北山です。今回ですね、急落暴落で逃げなければならない場合とはどういう場合かということですね。まあね、今ねお話している段階はですね、非常に東京市は厳しい状況ですね。ですからですね、まあ私はですね、さほどさらにはね下げないと思いますけども、万が一ということがありますからね、そういう時はやっぱり逃げなきゃいけない場合もあるんですよね。それはまず言えますことはですね、まあ、信用取引ですね。現物の場合はですね、そんなに慌ててね逃げることは、ないと言えますね。またいずれね戻ってくるわというぐらいのね、まあ、下げるのは良くないんですけどね、まあでもね、しばらくね、耐えていればですよ、また浮上する確率非常に高いですけども、信用の場合はですね、そうはいかないですよね。ですから、この信用取引の場合はですね、やはりね原則としてですね、状況がね芳しくないといったらね、ひとまずこう降りてると逃げると、それはやっぱり逃げる場合に匹敵しますよね。逃げないとですね、これお衣装かかるような形になってしまうことが多いですからね。ですからその辺ですね、用心するのためにですね、そういうことにお衣装のようなことにならないためにね、やっぱり逃げておくということですよね。あとはですね、その信用取引でなければですね、まあいいんですけど、まあ、もちろんねいいって、その現物の普通の株だったらじゃあ下げてもいいのかということになりますけど、それはまあやっぱり下げない方がいいわけですからね、損が拡大しない方がいいわけですから、それはまあ 早めに逃げられるんだったらですよ、早めに逃げるということですよね。まあ、普通はですね 8% 下げたらね、まあ、逃げた方がいいんですけども、それが間に合わずね 10% ぐらいいっちゃう時ありますよね。そしてまあ 10% だったらやっぱり逃げた方がいいですよね。 15% もう 20% だったらね、もう逃げても同じですからね、まあ逃げなくてもいいんじゃないかと思いますけどね、まあ、10% ぐらいだったらやっぱり逃げておいた方が、よろしいですよね。信用の場合はもうね本当に何パーセントとかもう考えないでね、もうぶん投げるとかねそんな感じですよね。そうしませんと、まあ、後が怖いということでございます。だから、まあ、慌てることはないんですけども、信用取引してらっしゃる場合はですね、少しね、まあね、このようなっていう厳しい状況の中ではですね、まあ、できるだけですね、逃げることを考えた方がいいということです。以上、北浜のカブリッジ放送でした。